ザ・スパイは、1966年制作、公開、映画プロデューサーのラウール・レヴィが監督した、フランス西ドイツ合作の長編劇映画である。本作は、ロジェ・バディムの監督作、素直な悪女をプロデュースし、ブリジット・バルドーを一躍、スター女優にし、野生の誘惑で、マリナ・ブラディを売り出したことで知られる映画プロデューサー、ラウール・レヴィの監督進出第3作、単独監督作としては、第2作である。1966年2月から4月、冷戦当時の西ドイツ国内でロケーション撮影が行われ、ニーダーザクセン州やバイエルン州ミュンヘン市内、特に同市内にある国立美術館、アルテ・ピナコテークで撮影された。フランス、西ドイツの合作であるにもかかわらず、使用言語は英語である。1953年当時のモンゴメリー・クリフト自らの制作会社、イエナプロデュクションを超大作、マルコ・ポーロ大冒険の興行的大失敗で、失った後のレヴィは、本作を含めた2本の監督作の撮影監督に、ジャン・リュック・ゴダール監督の勝手に仕上がれ以来のタッグで知られるラウール・クタールを起用。本作にはゴダールも20スパイ役で出演している。一方、レヴィの最後のプロデュース作となった、ゴダール監督の彼女について私が知っている二尊の事柄には、ブラディが主演し、レヴィ自身がアメリカ人、ジョン・ボーガス役で出演した。1966年12月31日に、レヴィは満44歳で拳銃自殺するので、本作は監督作としては遺作となった。主演を務めたモンゴメリー・クリフトは、本作のクランクアップ直後の同年7月23日に心臓麻痺のため45歳で死去したので、クリフトにとっても本作は人生最後の出演作となった。日本ではレヴィが監督した前作、二人の殺し屋を配給した太平フィルムが配給、劇場公開した。日本あるいはフランスにおいてはビデオグラム化がされていないが、アメリカでは2009年6月22日、ワーナーホームビデオから DVD が発売されている。括弧内は日本語吹き替え、初回放送日1971年2月28日、日曜洋画劇場ドイツ民主共和国、ライプツィヒ。アメリカの物理学者、ジェームズ・バウアー教授が、視察旅行で同市の空港に降り立った。空港に到着するや、CIA エージェントのアダムズが教授を訪ねてきた。ロシアの物理学者グロシェンコに会い、グロシェンコが西側に売ろうとしているマイクロフィルムを手に入れるよう説得された。診療所にいるサルツァー博士を紹介された。ホテルに着くと、同市広報会員と称するピーター・ハインツマンが教授を訪ねてきた。ハインツマンはロシアの秘密諜報機関に属しているが、大学時代は、グロシェンコに関わり、またバウアー教授を尊敬しているという。ある日、西側への亡命を企てたグロシェンコが殺されてしまう。ロシア秘密諜報機関のボス、オルコフスキーは、教授をロシアに亡命させよとハインツマンに命令を下す。ハインツマンは、教授に亡命を申し入れたが、一蹴された。サルツァー博士は、グロシェンコが死ぬ直前に、問題のマイクロフィルムを受け取っており、バウアー教授に手渡すことができた。しかし、マイクロフィルムに焼き付けられていた情報はあまりに古く、価値のないものであった。バウアー教授は、無事東側を脱出した。サルツァー博士の診療所にいたフリーダ・ホフマンの協力を得て、西ドイツに入国できた。ハインツマンは、使命があり、なおも教授を追うが、教授への権威は本物であり、二人は協力し合う約束を交わした。冷酷なオルコフスキーは教授の前でハインツマンを惨殺した。ありがとうございます。